ゼブラインマスのキャラ手相診断のコーナー、どうぞどうぞ最後まで見てってね。はい、どうも、私ゼブラインマツイと申します。手相を趣味でやっておりまして、こちらの動画ではですね、いろんな方をゲストに招いて、その方にまつわる手相について軽くお話をさせていただいております。最後まで見てってください。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。終わっちゃうすいません。じゃあ本日のゲストの方です、どうぞ。はい、それではね、自己紹介をお願いいたします。はい、アイドニッシュセブンから来ましたトリガーの綱嶋龍之介です。綱嶋さんです、よろしくお願いします。じゃあ綱嶋を招いて本日お話ししたい手相はこちらです。こちらの感情線というものをご覧ください。こちらから下にちょん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 と視線が出ている方、こういった方はですね、とても人見知りをする方でしょう。もちろんまあ人付き合いだとかね、そういったものに自分から関わっていくっていうのがなかなか苦手な方なんじゃないでしょうかね。だけどこういった方はですね、とても思いやりがあって人に優しくできるタイプの方なのでね、とても人から信頼されるような人だと思います。なんで一見無口で、何考えてるか分かんないキャラかもしれませんけども、一度心を打ち解けあったら非常に仲良くなれると思いますんでね、綱嶋の手相どうなってるか見てみたいと思います。それではちょっといいでしょうかね、見せてもらっても。じゃあ、何ですか、ちょっとあの沖縄の言葉の方がよく分かんないんだけど、ん、いや違う違う、だから俺よく分かってないのよ、理由言われてもさ。何よ、サーターアンダギーだけは聞こえた気がするけど、また手相見れなかったな。てへへ。